白川聖、白川聖、白川静香。1910年4月9日から2006年10月30日は、日本の漢文学者、東洋学者。学位は、文学博士、京都大学。立命館大学名誉教授、名誉館とも、福井県福井市出身。1923年、潤化人上小学校を卒業後、弁護士、広瀬徳造。 大阪府会議員を経て、立憲民政党大西の事務所に住み込み勤務し、正規商業や幹部、現大阪学芸高等学校に通う。この時期に、広瀬の蔵書を読み漁り、官籍に親しみ独学していった。1930年京阪商業卒業。立命館大学専門部国館課、夜間を1936年に卒業、在学中より、 立命館中学校教諭に1941年に立命館大学法文学部官文学科に入学。同大学予科専門学部教授となる。1954年より立命館大学文学部教授を務めた。1976年に66歳で定年退職特別任用教授になる。1981年には名誉教授の称号を受けている。 晩年に、自らの著作料の一部を大学に寄贈し、記念文字文化研究所が設立された、没島で所長権理事長。1962年、博士論文、教の研究により、文学博士号を取得、京都大学。古代漢字研究の第一人者として知られ、辞書三部作、辞党、1984年、書く。平凡者、時空。 1987年、実、1996年は、白川のライフワークの成果である。20世紀が終わる時期より、平凡社で、白川成長作集、全12巻、白川成長作集別巻、全4期に分け、全23巻予定を巻公、刊行開始。片原中学、高校生以上の広い読者を対象とした、漢字辞典、常用辞会や、人名辞会、 インタビュー、対談なども収録した、回を萌え90年、桂東雑記などを刊行。他にも多数の教著、監修がある。イン、周期から春秋戦国にかけ青銅記が多数所蔵されている、白鶴美術館で長年講和を行っていた。漢文世代の最後の石学と称せられた。1999年3月から2004年1月まで、 地元京都で文字講話を2時間年4回ペースで全20回行い、講演内容は白川聖文字講話、平凡社全員4巻にまとめられた。続編の希望が相次いだので新たに4回行い、2006年10月初頭にその続編の著作構成を済ませ、入院、同年10月30日、内臓疾患、多臓器不全により成居、96歳を 結果として、遺上となった白川製族文字講話は、翌年刊行、生涯現役を通した。2005年4月に、福井県立図書館の中に愛用品など、関連資料を展示する展示する、する白川文字学の室をされた。2010年4月に、生誕100年を記念し、立命館大学図書館内に、約2年かけて整理した白川製文が開設、解説。 蔵書や直筆原稿など約1万8000点を収蔵。合わせて文庫目録も発刊された。没50年となる2016年10月には、出身の福井において、記念フォーラムなど多彩な記念行事の開催や、白文字学の室のリニューアルが予定されている。白川の人となりは、自助言ほかの深を思え90年と、娘、須崎氏の改装期、父、 白川聖十六歳最後の日々に詳しい。立命館大学教授時代、高橋和美や梅原武志らと信仰を持つ。特に、高橋とは、同じ中国文学者として、互いに評価し合っており、作家でもあった、高橋の裁晩年に書いた、我が解体に、当時無名の一教授だった白川が、S 教授として登場している。 著書の重厚な印象から怖い人だという印象を受けがちであるが、生前の白川に接した人によれば、チャメも飛ばすような、軽妙な一面もあったという。若い人とも気軽に話をし、インタビューにも応じている。若手では、宮城谷正光を、勉強熱心だ。あなたの分は精神でよろしいと高く評価した。漫画家と対談するときには、 相手の作品をあらかじめ読んでおくなど、気配りの人でもあった。荒川静香、一郎が好きで、今はウアーの真似をしたこともあったと娘が、10回している。病床でも任天堂 d s で、囲碁、将棋を楽しみ、なかなか定石を知っとると喜んでいたという。趣味は、囲碁、登山。囲碁は相当な腕前で、若き日に、関西棋院で、プロから指導を受けるなどしていた。 天六段に西であったと、自伝、回思え九十年で述べているので、四段の腕前であったと推測される。合成源の新聞語なども相当を収集していた。病弱だった体を登山で鍛えていたため非常に、賢脚であった。白川は、甲骨文字や金文といった、早々期の漢字の成り立ちにおいて、宗教的、呪術的なものが背景にあったと主張したが、 実証が難しいこれらの要素をそのまま学説とすることは、吉川孝次郎、東道秋康を筆頭とする当時の主流の中国学者からは批判され、それを受け継いでいる厚地哲司も批判的見解をとっている。しかし、白川によって先鞭が付けられた飲酒大社会の呪術的要素の究明は、平瀬高浦、古代中国史における、 呪術性を重視する研究者たちに引き継がれ、発展を遂げた。万葉集などの日本古代歌謡の呪術的背景に、関しての論考もしているが、専門家の指示を受けているとは言い難い。中国古代学者で、東京大学名誉教授の加藤爪健、1894から1978は、晩年講義で、白川の漢字を罵倒していたと言われる。 いずれも平凡者で観光を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。